真夜中なのにヤッハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジャドキの浜です。現在2024年の、10月11日金曜、午前4時5分ですね。はい、エルフさんは癒せられないポテポテバージョン13話、これどういうことなんでしょうね、上がってたんで見ていきたいと思います。先に軽く自己紹介するんで、興味ない方は30秒ほど飛ばしてください。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし、目覚ましテレビ生放送、昨年世界丸見えテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年は痛快明石家電車で明石家さんまさんと共演、テレビ30本以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひともお願いします。はい、それではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入ってきます。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同調していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけを確認いただくということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。イノさんやん。ビッグって書いてある。エルフさんは痩せられない、これ13話ってどういうことだろう。大江だよ。これストーリーも載ってないよな。あ、載ってるわ。ポテトフライド、一応ちょっとあの L このフライドポテトダンス乗っけたんで一緒にやっていきましょうか。はい、ポテトポテトプライド、ポテトポテト I love you、 うん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 、諦めたなら。はい、ちょっと飛んでるわ振りが。ハミ肉の島。あ、さてろ。なんでこんな格好やね。ビッグ。あ、ここからサムネイル。コボの顔が。せやったー。ライカ、ヤドカリク、え、カニ。プカー、あ、ゴンダか。
クラーケン、お、これは触手プレイになるんちゃう。サップ、あ、あー聞いたことある。サップヨガってのあるな、確か。デブフおう、ラッキースケベケツダークバターケツダークバターってやつはかもれ。砂で何作ってねん。名古屋のパンツが太くなってたぞ。ポテト焼き。あ、さてろ。さっきやぶ、あ、全裸やぞ。ショックシュプレイヤーアパクラーケンか。音ポンって。
あ、ゴンザフ。ははは。全員全来あ、草花だと。そっか、爬虫類あかんからね。なんで色さんまでイカ臭い。あ、わたわた、これが最終回なのかな。竹内純子さん。え、ちょっとアニメタイムズ見てみようか。あ、やっぱ OVA や。あ、OVA なんや。ブルーレイボックスで収録されるのがもうアップされたんやね、これ。はい、OK。はい、キングレコードトゥデイっていうサイトでは、テレビ放送最終話にトレンドに入るなど大きな反響があったシネクドキ原作によるダイエットコメディ「エルフさんは許されない」。この度テレビ未放送である第13話「ハミ肉の島」が10月5日24時より各種配信サイトにて順次配信開始となることが決定した。エルフダをはじめとする異世界人たちのドタバタが帰ってくるこの機会をぜひ見逃さないでほしい。今回配信される第13話は2024年11月27日に発売となる「エルフさんは痩せられない」ブルーレイボックスにも収録。こちらも忘れずにチェックしておこう。だそうですね。はい、まあまあ、伊能の誘いで無人島にやってきた直江と異世界人一行、水着に着替え海辺でバカンスを楽しむ一行だったが、いつものようにエルフだと、黒枝は喧嘩を始め、コボのママの座をかけ、オガと、一目と草花田は砂遊びに勤しみ、奥と骨田と、メローとライカは岩場でカニと戯れる。楽しそうなみんなの姿に来てよかったと満足げな直江。しかしそんな騒がしい異世界人たちの姿を海中から監視する怪しい影があったということで、まあクラーケンね、クラーケンがまああのー、ん？なんで襲ってきたんだっけ。なんか海にちょっと襲ってきた理由ようわからなかったけど、このアニメそんな深く考えずに見てるんでね。まあ、とりあえずそのサテロも恥ずかしい目にまた合わされるというね、いつものごとく。まあ、恥ずかしい目というか、直江のなんであんなブーメラン、ビッグモッコリ パンツを伊能さんは用意したんやろね。まあ、サテロはそれ見て気絶したやろ。サテロはずーっとウブなんがおもろいですね。まあ、ほんで、誰や、
メロウと骨だか、泳げへんのに飛び込んでチーンってなった。で、ゴンダがプカプカと、まあ、浮き輪で浮いて楽しんでると。で、まあ、相変わらず、なんだっけ、シリダークマターって言ったっけか。エルフだとね、黒枝の、レベルの低い、なんか悪口合戦がもう毎回おもろいね。で、まあまあ、バーベキュータイムとなって、まあ、サテロが全裸であることに気づき、まあね、クラーケンがいろいろいたずらしたから、みんなの水着は破れてたわけやね。いやーんってなって、イカを放り投げたことで、我が同胞ってことで怒った、クラーケンがついに牙を剥いてきたということだったけども、ゴンダの炎にはかなわず、ドラゴンにはかなわず、全員が焼かれて、ギアン、熱っと言って、終わったと。うん。これ、もっとやってほしいな。ぜひ2期やってほしいねんけどね。エルフさんはやってられない。で、自分まだもしかしたら見てない方いるかもしれないですけども、ポテトダンスね、を、一生瓶で踊ってみたっていう動画が7万再生超えました。ありがとうございます。ね、見たい方、ぜひ見てみてください。僕のページ入ってもらって、ショート動画をピッとクリックしていただいて、一番上に、2番目になってるのかな、まあ、もしね、見つからん場合は、見つかると思うんですけどもね、僕のページ入ってもらって、ショート動画ピッと、多分2番目です。もしなければ、視聴回数の多い順で並べてください。一番上に来ると思うんでね。はい、いうことで、また笑わしてもらいましたんでね、ぜひとも2期、期待します。はい、以上ですね。エルフさんはやつられない13話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる、諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、約4年8ヶ月仕事がありません。貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。はい、そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてます。ぜひ見てください。アニメのリアクションはその他もろもろスタートして、今日で1658日目と長いですね。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月24日から、パフォーマーのチャンネルでスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画を自ら全然削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどいやめたいってずっと言ってます。それでもなおやればできる、諦めないと伝えたいと思って、一日も休むことなく、気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人こと、マジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。